こんにちは、一挙です。皆様、厳しい暑さが続いておりますが、デニムライフはいかがお過ごしでしょうか。毎年そうなんですけれども、私は暑さに耐えきれず、夏場はもっぱらハーフパンツを履くことが多く、デニム育成はなかなか進まないんですよね。皆様の中には真夏もガンガンジーンズを履き込みされている方もいらっしゃるかと思いますが、やっぱり汗をかくこの季節はデニム生地にとってもきつい時期かと思います。毎日履いて毎日洗濯するタイプの人ですと問題ないのですが、ヒゲをしっかり出すために汗をかいても洗濯しないでそのままにしてるとですね、確実にデニム生地や縫製のダメージが出ますよね。私はバキバキヒゲが入ったメリハリのある色落ちが好みですが、生地はダメージが極力ない方がいいんですよね。しかし洗濯するとせっかくついたあたりやヒゲがですね、リセットされてしまってのっぺりした色落ちになってしまいますし、悩ましいですよね。そこでですね、今回はジーンズ履き込みをする中でジーンズへのダメージを極力減らしてメリハリのある色落ちに育てるコツについてですね、紹介しようと思います。それでは行ってみましょう。はい、改めまして、夏場ってやっぱりめちゃめちゃ汗かきますね。それでなくてもジーンズって長く履いていくと生地が伸びますし、洗わないと張りがなくなっていきますよね。好みにもよりますが、股や腰に細かく入ったヒゲや膝裏の蜂の巣などくっきり当たりが出るのが好きな方は、どうしても洗濯を我慢して数ヶ月履き込みしなければなりませんよね。人にもよりますが、中には1年以上も洗濯しないで履き込みされている方もいらっしゃるようです。洗濯しないことは生地にも良くないことは分かっているかと思いますが、やっぱり洗濯をしたくない人は多いですよね。洗濯したくない人は大きく分けて2種類いるかと思います。まずは全体的に色落ちをさせたくない人。これも度合いにもよりますが、水に通してしまうとどうしてもインディゴは落ちてしまいますよね。このタイプの人は汗をかくシーンでの着用を極力減らすしかないかと思います。もう一つのタイプはヒゲやあたりをリセットしたくない人です。私もこのタイプに属します。今回の私のコツはこのタイプの人にお勧めする内容となっております。ヒゲやあたりをリセットせずに生地のダメージをなるべく減らすにはどうしたらいいか。生地へのダメージを減らすにはやっぱり水で汚れを落とすことなんですよね。で、私がおすすめするやり方は洗濯機やバスタブにつけ置きなどではないんですね。ジーンズを水にくぐらせると汚れも水に溶け出しますし、効果的ではあるんですけれども、当たりがリセットされてしまいますので、当たりをリセットしたくない人にはこのやり方はおすすめしませんね。もちろんがっつり汚れを落としたいときはきちんと洗濯した方がいいかと思いますが、さて、前置きが長くなりましたが、私のやり方はこれを使います。霧吹きです。この霧吹きは私の色落ちメソッドの動画にもですね、登場しているおなじみのグッズですね。で、これをどう使うかというと、まずはジーンズを裏返しにして屋外でハンガーに吊るします。その後でこの霧吹きで水を吹きかける。これだけです。水が乾いた後のパリッと感を出したければ水が滴るくらいまでしっかりですね、霧吹きをかけることをお勧めします。この霧吹きはバルコニーでもできますので、ほとんどの人がですね、実践できるかと思います。私はもうこの方法慣れっこですので、横着してですね、庭でホースの霧吹きモードでちゃっちゃっとやっちゃうことが多いです。夏場ですとビタビタに濡れて裾から水が滴っている状態でも速攻で乾きます。
はい、いかがでしたでしょうか。こちらの方法は、当たりをリセットせずに汚れを落とし、生地を蘇らせる方法の一つとして紹介させていただきました。もちろんきちんと洗濯していないので、洗浄力は洗濯には確実に劣りますが、洗濯しないよりもジーンズが長持ちしますし、匂い対策にも効果的であると思います。皆様もよろしければですね、ぜひお試しください。本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。一挙の道楽チャンネルでは、所有しているアメカジアイテムや腕時計を中心にコレクションを紹介しております。アメカジ好きな方、経年変化が好きな方、腕時計が好きな方向けに動画作成しております。動画が良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。